相場全体が少し厳しい状況であるという状況です。皆さんこんにちは、うまちゃんこと経済アナリスト馬渕真理子です。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンド、皆様からのご質問にお答えしていきます。さあ皆様いかがでしょうか。やはりですね、グロース売りがまだ続いているなという状況です。今日この撮影日は1月26日で、 FOMC のメッセージが出てくる前の段階で今撮影していますが、日経平均も今日2万7000を一時割れるような値動きがありましたが、ちょっと厳しい相場変化が続いていますね。現状今の段階でこの厳しい相場、いろいろ理由がありますけれども、まずは FOMC を控えていて、この先利上げがどうなるのか、そしてバランスシートの縮小どうなっていくのかっていうところがまだまだ不透明であるということ、また資政学リスクですね、ここがまず高まっているというところ、このあたり含めてちょっとね、値動きが厳しい状況が今続いています。また前回ご紹介いたしましたが、アメリカの決算ですね、ネットフリックスが決算の後に 20% 売られるというふうな、こんな厳しい状況もあって、なかなか相場全体が少し厳しい状況であるという状況です。しかしですね、こういったまあ厳しい相場の中でも株価が底堅く動く、あるいはキュッと上昇している銘柄がいくつかあるので、この相場の中でも良い値動きをしている代表的なまあ5銘柄をちょっとご紹介していきたいと思います。そしてこの動画の後半の方ではですね、前回グローバルニッチトップ企業をご紹介しましたが、そこにまあプラスアルファ追加の企業をまた分析してきましたので、そこをプラスアルファでお伝えしていきたいと思います。ではまず相場の、ね、状況を確認していきたいと思いますが、本日1月26日の高値更新銘柄を皆様とちょっと確認しておきたいと思います。まず東証一部に関してはセブン&アイホールディングスしかありません。1銘柄になります。そして新興市場ですね、はい、こちらのスライドはですね、株単さんのところをちょっとお借りしていますが、新興市場ではロードスターキャピタルと、丸八証券さん、この2銘柄しかありません。ですので、まあ、昨年の高値を更新している銘柄が非常にまあ少ない、つまり地合いが悪い状況であるということが確認できますよね。そういった中で直近ですね、株価の値動きがまあ良いもの、代表的な5銘柄をちょっと確認していきたいと思います。今日昨年来高値を更新したロードスターキャピタルもそうですよね。こちらチャートになりますが、キュッとね上がってますよね。でこちらはもう何度も何度もこの動画でご紹介してきていますし、以前ロードスターキャピタルの岩野社長にもこちらの YouTube チャンネルにご出演いただいておりますので、詳しくはそちらをご覧いただきたいんですけれども、この今新興市場が厳しい中で一筋の、ね、光のようにですね、今本当に強い動きになっていますね。はい、そしてもう一つ直近値動きが良かったのが p-ban.com になります。こちらプリント基板を手掛ける会社になりますが、こちらもこの YouTube チャンネルで以前に田坂社長にご出演いただいていて、中期経営計画を出されていて、その内容を詳しく伺っています。ピコッとね今立ち上がってきていて、この相場の中でも強い値動きとなっています。はい、そして OSG ですね、こちら窓を開けて株価がちょっと上昇していますが、これまでご紹介してきましたグローバルニッチトップ企業なんですよね。ネジ切り工具で有名な企業なんですが、日本の技術というかね、日本のものづくり、そういったものを表すような企業なんですけれども、ここがまあ強い値動きをしているということです。はい、そしてもう一つこちらのチャートを持ってきました。全部今同じ尺度、同じ期間を全部5銘柄とも取ってきているので、任天堂はちょっと以前高値があったので足元そんなに動いてないように見えますが、一番端っこの右側のところで強い陽線が立ってますよね。これ本日の動きだったんですけれども、任天堂は非常に強い動きになっているということです。ここはまあニュース材料として前回の動画でご紹介いたしましたが、マイクロソフトがまあメタバースの分野に入ってきてゲーム企業を買収したというのニュースがありましたよね。あのニュースに関連して売られたものが実はソニーなんですよ。
で、あのニュースに関連して買われたものが任天堂って、こんな風にマイクロソフトの大手ゲーム会社の買収が日本の株式市場にこんな風に影響が出ているというところで、まあ、ちょっと面白い値動きなんですね。で、まあ、ソニーはマイクロソフトがゲームに参入してきたらソニーとはもうガチで戦うみたいな感じなので、ちょっとそれは嫌だなって思われて株価がソニーは売られているということなんですね。しかし、まあ、任天堂に関しては IP ビジネス、知的財産に関するまあビジネスがより広がるだろうというところで、ここに強みを持っている任天堂はむしろ買いだっていうふうに判断されて、キュッと高い要請が出ているんですよね。まあ面白いですよね、このあたり。同じゲームを扱っている企業ですけれども、強みによってバトルになるのか、あるいは手を組むというか、まあ、シナジーが出てくるのかっていうところで、明暗が今のところを株式市場の反応としては分かれた値動きになっていて面白いなと思っています。はい、そして無糖ホールディングスですね。こちら東証一部の業務用大判プリンターの会社ですが、こちらも前回の動画でもご紹介いたしましたが、黒点銘柄なんですよね。でピコピコこう山ができているタイミングは決算のタイミングで、四半期ベースで黒字浮上するタイミングで上がろうとしてきていて、で年初そんなに特段大きな IR がない中でツルツルとこんな風に上がっていったというところで、黒点銘柄というところで上昇しています。こんな風に5銘柄さまざまいろんな理由があって上昇していますが、なかなかプロの皆さんも判断が難しいというかね、予想が難しい中でこんな風な値動きをしている企業さんたちがあるんだということをちょっとご紹介したいと思って冒頭に持ってきました。今お伝えしてきた5銘柄をいろいろこう紐解くと投資戦略に落とし込むことができるんですね。で、私なりにちょっと使っている自分なりの分析の手法なんですが、投資戦略こちらになります。で、一つの投資手法だけでももちろんいいんですが、ここに掛け算していきましょう。投資手法の掛け算っていうのをちょっと今年年初からずっといろんな登壇含めていろんなセミナー含めてご紹介をしています。で、年初来高値を更新している銘柄かける IR とか、好業績の銘柄かけるテーマとか、黒字転換している銘柄かけるテーマとか、まあ、こんな風に投資戦略全て有効ですよね。皆さん地合いがいい時であれば単品でそれぞれこれで勝負いってたと思うんですが、ちょっと心もとないですよね今の相場なので、投資戦略としていろんな投資手法を掛け算して確認、大丈夫かな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 っていうのを確認しながら参入していくということをお勧めしたいと思っております。で、テーマ投資にちょっと関わってくるんですけれども、いろんな雑誌とかメディアで今ご紹介しているのがこのグローバルニッチトップ企業なんですよね。で、冒頭でご紹介した、まあ、OSG ネジ切り工具の会社が、まあ、窓を開けてストップ高をつけました。このあたりから、まあ、相場の感覚としては、技術であるとかものづくりであるとか実体がよりあるものの銘柄のところに資金が流れていってるなっていうふうに思っているので、改めてこのグローバルニッチトップ企業っていうものをいつもまとめるように最近はしてます。で、前回1から9までね、こちら富国から東京大岡工業までご紹介いたしましたが、まあ、まだまだありますよというところで追加のね企業様をデータとしてまとめてきたので、ちょっと今日ご紹介したいと思いますね。10から17番このスライドになります。ユニオンツールからいきますかね。こちらもプリント基板のところで使われるようなドリルなんですね。で、これをまあ手掛けている会社で世界シェアナンバーワンというところです。また11番太平洋工業、こちらは自動車タイヤのバルブですね。タイヤってこう空気を入れるじゃないですか。この空気を入れるところの部品なので、まあ、タイヤに必ず一つは装着されているというところで、ここは世界シェア1位で世界シェア5割となっています。そして12番オプティックスグループですね。ここは後ほどちょっと詳しいスライドでご紹介しますが、防犯センサーとか自動ドアのセンサーを開発して世界シェアナンバーワンでシェア 30% という会社です。その他日清工具とかナブテスコ、アサヒインテック、あとバブルですね、 OKM と言われているバブルの会社があります。これはちょっと注目で、まあ、忘れ去られた2020年の IPO というところはちょっと注目しています。で、この OKM は2020年に IPO したんですけれども、その後 IPO 後、まあ、よくある株価が下落はしているんですが、ちょっとね今上場してたら湖北工業のように注目されてたんじゃないかなって思うんですよね。なぜかというと、船舶の排気ガスのところの装置を手掛けるバブル
を手掛けているので、環境の銘柄でもあるんですよね。なので今上場してたらすごく注目されてたんじゃないかなと思いますが、ちょっと忘れ去られてしまっていると、そんな会社になりますので、ちょっとねそのあたり含めて注目をしています。その他グローバルニッチトップ企業ではないんですが、世界シェアの高い企業もこちらにまとめてみました。日東電工であるとか、あとパワー半導体の富士電機、そしてベアリングですね、日本製鋼ですね、 NTN という会社もベアリングであるんですが、どちらかといえばこの日本製鋼の方が値動きとしてはいいのかなと思って見ています。その他旭化成、東レ、 AGC というところで大手さんも含めてこちらラインナップ持ってきました。でちょっと深掘りしていきますと、まずグローバルニッチトップ企業の中で旭有機材、ちょっと面白いなと思って改めてご紹介したいと思います。こちらはプラスチック製のバルブを手掛けている会社で、こちらの写真があるんですが、こういったものを手掛けているんですね。こちら社長さんのお写真と部品の写真と本文がありますが、これがまさにグローバルニッチトップ企業をご紹介している経産省の資料そのまま持ってきました。でこれがおよそ118ページぐらいずっとあるんですよ。でこの中で上場している企業だけを探し出して、増収増益をしている企業だけをピックアップしている作業をしているんですが、もし皆様このインタビュー記事そのものを見たいという方は、グローバルニッチトップ企業2020-2020を検索していただくと経産省の PDF が出てくるので、そこを見ていただくといろんな企業が書かれていて、本当に1枚なんですが、経営者の写真があって企業概要があって、どういう部品どういうサービスを展開しているのかっていうのは本当にコンパクトに分かりやすく1枚で書かれているので、すごく勉強になりましたし、これを結構私ここ2週間3週間ずっとこれを読む、他にも仕事はもちろんしてますが、これを読み込むということを一部やってます。その中で光っているというかいいなと思った企業をこちらでご紹介しています。でプラスチックのこのバルブっていうのは水族館とか漁業施設とか、あと半導体の製造装置で使われるんですって。空気を通っていくところもバルブで止める必要があるし、液体もそうだし、砂利みたいなものとかもこのバルブで止めていく必要があるので、いろんなこう製造過程とかでも使われるんですよね。でこのプラスチック製に関してこの会社は世界シェア2割今あるんですが、実はこのプラスチック化率っていうのがまだまだ世界の段階で 1% ぐらいしか移行していないんですって。その他は金属バルブなんですよね。ただこの金属バルブは錆びたりするのでちょっと困りごとが多い側面もあるそうなので、このプラスチックっていいなっていう風になっているそうなんですね。なのでこの存在すらまだ知られていない国もあるようなので、まだまだ開発余地がありそうだというところで持ってきました。で業績も増益ですね。今期が営業利益34億のものが22年には48億円に拡大しそうだというところです。で1月31日に決算ですし、また半導体製造装置向けで今絶好調だというところなんですよね。で続いてオプティックスグループです。こちらが世界初の自動ドアセンサーを開発した企業、センサーに強みを持っている会社になります。でこの会社今最高益を叩き出しているというところなんですよね。で決算がバレンタインの2月14日ということですし、業績を見ておきますが、21年の営業利益が 2.1 倍に拡大しそうだというところで過去最高益の見通しです。で特に欧州で防犯センサーが今回復してきているということと、あとこの画像センサーが賞味期限を検査したりとか、そういったところにも今使われ始めていて、フードロスにも寄与する、そういうふうなセンサーを持っているというところで面白いなと思って持ってきました。はい、続いて湖北工業ですね。こちら昨年 IPO したばかりの会社なんですが、ちょっと上場後なので値動き激しいことはちょっと気をつけなければなりませんが、前回もお伝えしましたが、海底ケーブル用の光部品を手掛けている会社なんですね。世界の情報通信を担う海底ケーブルで25年にわたって使用されている、そんな技術を持っているというところになります。なので2021年昨年12月に IPO たくさんありましたが、その中でいろいろもう埋もれてしまった企業が多い中で、この会社は埋もれていない
ような値動きを今してますよね。で、2桁成長を見込みですし、海底ケーブルは日本の国策の一つだというところで注目をしております。はい、ここまでがグローバルニッチトップ企業の深掘りというか、さらにですね、いろいろ調べてきたものの中で、良いなと思ったものをご紹介をしています。そして、pbarn.com は直近インタビューをしているので、ちょっとここで振り返っておきましょうかね。はい、こちら、プリント基盤の DX の会社になります。で、詳しくはですね、社長インタビュー、田坂社長のインタビューを2回にわたって他の動画、以前の動画でしているので、詳しい事業内容とか、これから先中期経営計画を出してどんな風に成長していくのかっていうのは、生の声をぜひ聞いてほしいなと思いますが、まあ、簡単にご紹介しておくと、プリント基板、緑色の板ですね、携帯とかパソコンとかに入っているグリーンの板ですよね、あれの、まあ、基板設計までを全部一貫でできるというふうなサービスを手掛けている。で、かつそれをウェブ上で注文してウェブ上で完結する、このサービスを手掛けているんですよね。で、特に試作品っていうんですかね、このプリント基板を、まあ、何千ロットとかそんな感じで発注しないと受けてくれないような企業が多い中で、ちょっとこんなものを作ってみたいみたいな試作品を作ってみて、まあできそうだったらたくさん発注していこうってなりますけど、まず試作品が必要ですよね。ここを受け皿となっている企業がないというところで、 wbarn.com が受け皿となって試作品を請け負い作っていくというような、こんなシステムなんですよね。で、中期経営計画を出していて、1次、2次、3次に分けて出されているんですけど、第1次の中継が大事ですよね。これがまあ25年までの世界観なんですが、今どちらかといえばプリント基板の試作品の e コマースの商社みたいなブランドイメージになっているんですが、そこからまあ大きく脱却していくという時期になってきます。で、特に成長事業として位置づけているEMS 事業ですね、製造請負い、これが次の柱になってくるんですね。プリント基板の製造とか受託を、まあ、一気通貫で全部請負って、それも量を生産できるみたいな体制ですね。そういうふうになってくると、試作基板を手掛ける商社ではなくなってくるわけですよね。で、ここのブランドイメージを、まあ、脱却していく時期に差し掛かっているというところなので、非常に面白い時期に差し掛かっているのかなと思って見ています。で、pbarn.com の特徴は楽するモデルとも言われていて、国内外の約30の工場と提携しているんですね。そこで空いている工場を使ってプリント基板を作っていくみたいな流れができているので、まさに、まあ、プリント基板業界の楽するモデルだって言われているゆえんなんですよね。で、売上高、25年の売上高の見通しが26億円の見通し、26億8千万円の見通しです。今19億円の見通しですので、これから拡大フェーズに入っていくというようなことですので、まあ、中期経営計画を出して、今本当にいろんなところで、まあ、IR とか経営者からのメッセージが出てきているので、まあ、株式市場でね、これから評価、どういうふうに評価されていくのかっていうところが、まあ、楽しみな企業かなと思って見ております。ぜひ、まあ、経営者の生の声が、これからね、こんな風に今株価が下がっていて、このタイミングで中期経営計画を出してブランドイメージを展開していく、その時期に何を考えてどういう風な方向に向かっていっているのかっていうのは、やっぱり生の声を聞くのが一番いいかなと思うので、ぜひね、ご覧いただければなと思います。はい、まだまだ、ね、ちょっと厳しい相場というか、まあ、グロース売りを見ているとなかなか辛いんですけれども、皆様、まあ、無理にポジションを持ったりせずにですね、少し静観するのもありかと思いますので、自分の身は自分で守りながらですね、株式相場を見ていただければなと思います。これからも株式投資に役立つ情報を配信していきます。ここまでご覧いただきました皆様ありがとうございます。前回の動画でチャンネル登録していただきました皆様ありがとうございます。チャンネル登録がまだの方は、ぜひいいねボタンとチャンネル登録、そして通知ボタンまでどうぞよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。